今夜飯食いに行かないか。いらっしゃい。びっくりした、姉さんかと思ったよ。おにぎり屋さんで会いませんでした。二人とも落ち着いた。何だ。そっちだって逃げたくせに。突然いなくなってさよならも言えなかった。泣いたっていい、怒ったっていいの。うちのおにぎり食べて元気出してほしいじゃない。大丈夫ですか。人って一人で生まれてくるんじゃないんだって。ひとりぼっち、人と人をつなぐ愛の物語、4月9日日曜夜9時放送。